猫パラ。兄様、今度こそは何の問題もございません。大船に乗った気持ちでお任せください。はーい、面倒だけど来てあげたわよ。こんにちは、歌唱さん。微力ながらお力添えに参りました。ほんとよね、私が来てあげたんだから感謝してよ。かわいい妹たちのためですから気にしないでください。メイプルとシナモンにはペーパーテストの方を見てもらおうと思います。よろしくお願いします。ではあとは若い猫たちに任せて、私たちは兄弟水入らずのお茶としましょうか。先生が何人いても仕方ないですからね。鮮度を多くして船山に登るです。あ、そうそう、私が作りました特徴ハギをお持ちしたのです。ぜひ兄様に食べてほしくて、あと良い茶葉も手に入りましたのでお供に。台所をお借りいたしますね。いそいそ。基本はロシア文字って出る口ね。これ覚えとくと結構使えるから。すっごー、メイプルちゃんすっごいよ。打てない顔持ちはないよ。マスター、顔持ちマスターだよ。かっこいいショコラは本当にいいリアクションするわね。でもこの程度で驚いててどうするの。次はライソスタンプね。うわー、かわいい、これ超かわいい。これ何、これ何なの。バニラちゃん、心の準備はいい。そのお花はね、そのおしべとめしべっていうのがあってね、あのね、おしべとめしべがね、その愛し合ってぐちょぐちょにぐちょぐちょになると赤ちゃんがね。シナモン、発情してないでちゃんと教えて。発情にゃんで、私これでも鈴持ちのお姉ちゃんにゃんだから、こんな理科の教科書くらいで、現体育の教科書でもあるまいし。お姉ちゃん、不甲斐ない。いやダメ、そんな目で私を見ちゃダメ。にゃん。一般常識と小学生くらいの学力は必要とされますから。最近は猫を使った犯罪もあったりしますしね。人間界の一般教養が必要なのです。さあ兄様、こちらのきな粉のやつも美味しいですよ。はい、あーん。ほら兄様見てください、このスタンプ可愛くないですか。試しにシグレが作ってみたのですが、それなりに結構人気あるんですよ。
げながら少しでも兄様のお店を広められればと思いまして。兄様はお菓子作りの際はあっても、そういう商売気質ではありませんからね。これも妹めの愛にございます。褒めてくださいますか？しぐれは兄様になでなでしてもらうの大好きです。ま、困った時はだいたい110に電話すれば大丈夫らしいわよ。ちなみに命が危ないっぽい時は119ね。これだけ覚えとけば大丈夫。メイプルちゃん、スマホが明日は雨だって言ってる。ジメジメするって。虫がね、精子を、精液を、あ、違う、花粉を運ぶの。花粉だからね。それで、めしべのね、あそこに、あれして、妊娠っていうか、虫が代わりにエッチするの？代理エッチ？にゃーん！エッチとか恥ずかしいこと言っちゃダメ！人の女の子は、恥じらいを持たなきゃダメなんだよ。バニラちゃんがそんなこと言うなんて。シナモン震えちゃう。シナモンよだれがパない。ふきふき。我が家の猫たちは皆優秀な猫たちです。猫たちの反省会は私がやっておきますゆえ、ご安心くださいませ、兄様。そして、こんなこともあろうかと、ここに鈴間にある虎の巻を持ってまいりました。兄様も、ショコラとバニラの飼い主として、こちらを読んで頑張ってくださいませ。猫パラ。ついに私たちは猫の限界を超えた。完璧。それはご主人様への愛ゆえでございます。ま、ご主人の今の顔、私たちが割り算を覚えた程度だと思ってた。ご主人様、ちょっと喉をゴロゴロしてください。ショコラは猫の喜びをポーカーフェイスで我慢してみせますよ。ゴロ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 。いやいや、しょうがないじゃないですか。大好きなご主人様ですもん。誰にでもゴロゴロ言う安い猫だと思わないでください。ショコラ、喉元なでなで。ゴロ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 。じゃあバニラだってやってみてよ。できるの？
私は余裕に決まってる。猫だましも通じない胆力。カモン、ご主人、好きにしてごらん。見てご主人様、バニラの尻尾がピーンって、ペンをつく勢いでピーン。バニラめっちゃ喜んでるよ。違う、それはその、そう、言うなればショコラが近くにいるからその愛であって。今のはたまたま失敗しただけなんです。他のテストも試してみてください。絶対に大丈夫ですから。そう、他のは全て合格ラインだから大丈夫。この猫殺しのテスト項目全部試してくれればいいと思う。任せてください、ご主人様の猫ですから。ドントウォーリー。ご主人様のエッチ、私たちをこんなに酔わせてどうするつもりね。
ただいま戻りました。ただいま戻り。もちろんです。バッチリ完璧なデリバリーでした。無事任務達成、パーフェクト。なんて言ったってショコラたちは立派な鈴持ちの猫ですから。鈴持ちの猫が2匹揃えば心配なんて不要。ギリギリでも合格は合格ですから。一発合格の確率は 5% 程度って言ってた。それにショコラと私は最年少合格猫。もっと褒めていいと思う。歩く看板猫のおかげでお店の宣伝もバッチリ。お店の売り上げが上がったらきっと私たちにもご褒美があるはずと信じて。わーい、ショコラはご主人様とお風呂入れる件でいいです。あ、でもお洋服とかも買ってもらえたら嬉しいです。たまにでいいので。私もお洋服欲しい。多少はご主人の変態趣味でも我慢する。一応ボケておいた方がいいかと思って鈴持ちとして。わーい、ご主人様大好き。ご主人最高。主人も私たちなしではいられない体に。にゃんとそんなこともすずってすごいすごいだね。やっぱりそうですよね。すずもらったくらいじゃね。あはは。あ、ショコラが強烈にしぼんだ。ご主人の株が上がりすぎてたからちょうどいい。ショコラならすぐに元に戻るし。それにしょぼくれてるショコラもかわいい。お買い物、ショコラも行きます。お買い物デート。ほら、もう元通り。気持ちいいですよね。ショコラ大好きです。
住めば都、新しい町も悪くない。あー、いいですね。休んできましょう。では私は飲み物買ってくる。けなげにもお金ください。ここで同じように座りましたね。どうなってたんでしょうね。でも一つだけ確かなのは、そんなこと考えても意味ないってことです。そういうことじゃなくてですよ。どんなことになってても、ショコラは絶対にご主人様のところに来ましたから。だから一人だったらなんて考えても意味ないです。主人様、え、にゃんでもにゃいです。その、はい、本当ににゃんでもないです。そのご主人様から何かすごく甘い匂いがして、とろーんって。甘いっていうか、クラクラふわーんって感じがして、でも嫌とかじゃないんですよ。むしろすごく心地いいっていうか。あ、こないだのまた旅に近いかも。主人様、そこらは、その、もっと頑張りますから。ご主人様が、もっと元気でいてくれるように、頑張りますから。私を使いっぱにして二人でイチャイチャしてるから悪い。匂いが違った。猫の鼻は騙せない。ふんふん。とりあえずショコラとご主人の間に私は座ろうと思う。開けてくれないなら実力行使。そのまま座る。重くない。ご主人は失礼。いやー、ご主人様の上ずれい。そこらも乗る。乗ります。ご主人様の片足ください。そしたら平等。これ人は両手に花って言って、私知ってる。嬉しいくせに却下。そ
も却下します。ゴロゴロ。